ついてやるぞ。 100% の力を。あと5分もすればこの星は宇宙の塵となる。何？いや、5分もあれば十分だ。貴様を倒し、仲間と共に脱出する。時間稼ぎだ。あれだけこの星を脱出するため。時間稼ぎだと？そんな必要はない。貴様は死ぬ。これからここででかい。そこまでだ。黙らせてやるぞ。よし、すごいサバに行こないね。いいだろう。今度は死ぬかもね。今度はコッパみじんにしてやる。あの地球人のように。あの地球人のように。ウリリンのことか。ウリリンのこと。なんて野郎だ。サイヤ人の壁をあっさりと越えてやがる。なんだ。あれは。そうか、海王さんがドラゴンボールでみんなを。よし、お前のことはよく知らねえが、ずいぶん助けてもらったな。ただ最後の決着は俺につけさせてくれ。サンキュー。助けを断るなんて悟空さんらしいですね。でも大丈夫。悟空さんは勝ちましたよ。巻物もちゃんと元通りです。それにしても、ミラたちの邪魔が入らなくてよかったですよ。そう。あの二人は現れなかった。ええ。それがどうかしたんですか？邪魔をしたら消す。奴らはそう言っていたのよね。どうして今回は出てこなかったのかしら。さあ、単なる気まぐれじゃないですか。そうかもしれないわね。ともかく二人ともお疲れ様。はい、お疲れ様でした。